LINE 公式アカウントの使い分けや使い方、基本的には人の名前を LINE 名に入れるようにしてます。 LINE って定型文的なね、なんかロボットみたいな感じでみんなイライラしてるんじゃないか、事業とお客様がつながるってイメージじゃなくて、ちゃんと人と人とがつながってんだよという意味で、わざと人の顔を立てて人の名前を入れて、なおかつ LINE 登録した時にさ、挨拶メッセージとか送られるじゃないか、そこにわざとインスタのアカウントとかも入れて、私が対応してますよっていうのを一番最初に伝えるっていうことを徹底するようにしてます。実はうちの LINE って定型文化して、定型文をコピーペーストしてお客様の問い合わせに、だってお客様何万人とかね、何千人だよ、大体わかるじゃないですか、何年もやってればこの事業さ、同じ質問が来るんですよ。その時に定型文でいちいちゼロから文章作るなんてしません。定型文で送るんだけども、それが定型文だっていうと、ちゃんとした回答をしてるのに、人の捉え方はすごい満足度下がるわけだ。こいつは定型文で対応してるよみたいなね。だから定型文一番上らへんに、今日雪降ってましたが大丈夫でしたか、その後に定型文を入れるとちゃんと人が対応してくれてんだなっていう、 LINE での対応はすごく大事かなと思って、僕は LINE 対応してます。 LINE 対応は絶対です。今のにね、メールで対応なんて正直もうめんどくさすぎてやめた方がいいんですよ。ただ LINE って定型文化してる事業者が多いからこそ、わざと人を打ち出すような流れにしてるから、ね、必ず名前と入れて、私が対応しますよというインスタグラムアカウントとかも入れて、顔も入れて、それで対応すると満足度が上がりやすいというふうな傾向にあると思います。で、スタッフなんていうものはおじさんの顔だとちょっとさ嫌じゃん。だからもうそんなの隠れもいいでしょ、正直な話だって。可愛い子の方がいいに決まってるから、可愛い子を AI とかで作ってもそれでも出ていいと思います僕は。で、 LINE で重要なのは、よくわからない一斉配信、ステップ配信とかね、ああいうのはやめるように、本当に伝えたい時だけ月に1回ぐらい送るっていうことを僕らは心がけています。